今日皆様にご紹介したいのは、こちら、ちょっと見慣れない暗幕っぽいものが今被ってるんですけれども、こちらは、新シェードと言います、新しいサンシェードになります。これから真夏になってきて、猛暑になってくると、非常に車内が暑くなってくると思うんですけれども、特にこういったミニバンになってくると、このようにフロントガラスが非常に大きい車になっています。そうしますと直射日光がかかってしまって、車内が猛烈に暑くなってしまうといった、まあそういったことがあるわけなんですけれども、今回ご紹介するのはこの新シェードになります。まず何がすごいのかということで、ビフォーアフターをお見せしたいと思います。で、こちら今、私がずっと使っていた100円ショップ、ダイソーで買ってきたサンシェードになるんですけれども、こちらも今、吸盤タイプになっていて、この吸盤がもう開ききってしまって、つかないんで、両面テープで今、つけているんですけれども、このように、非常にサンシェード自体が大きいです。で、扱いにくいという、このめんどくささ。で、こうやって、一回ぐらいでしたら、こんな感じで、サンシェードつけとけばいいんですけれども、これ、こんだけ大きいフロントガラスに対応したサンシェードを、まあ、乗ったり降りたりするときに、これをつけるっていうのは結構めんどくさいなって思われる方すごく多いんじゃないかなと思います。もうめんどくさいから暑くなってもいいやって思われて諦めてもうそのままにしておこうって思われてる方もすごく多いんじゃないかなと思うんですけれど、まあ私もその中の一人でもうこの吸盤がダメになってしまって、まあつかないと。両面テープで、まあ、固定してるということなんですけども、まあ、こんな感じで、また、車に乗って、車を走らせる前に、サンシェードを外して、で、これ大きいんで、まあ、この状態でもともと売ってたんですけれども、このような形で、私の場合も大きいので、折りたたんで、で、これどっかに置かなきゃいけないわけなんですけど、これ置くところもまた結構、なかったりします。すぐに取り出せるところに置きたいと思うわけなんですけれども、そうしますと、トリムのドアポケット、これ、ミニバン用で、ガラスが大きいんで、分厚くなってるんですけど、ドアポケットにも入りません。で、かつ、こういった、センターコンソールにも、置いてしまうと、結構煩わしさがあったり、足元に置いてしまうと、結構乱雑な感じがしてしまって、嫌だなって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、そうしますと、もうこのサンシェードを使わなくなっちゃうっていうのがあります。で、それを解消してくれるのが、今回のこちらになります。で、今度、このサンシェードをお使いするところをお見せしようと思うんですけれども、はい、これで終わってしまうということです。で、もう暑さ対策ということで、直射日光が、このダッシュボードにかからずに済んでしまって、かつ少しでも車内の温度上昇というものを抑えてくれるということです。これだけなんですけれども、これが非常に画期的な進歩だと私自身は思います。今度また車を使う状況をお見せするんですが、このような形ですぐに戻ってしまうと。まあいうことで、これだったら、一回出して、で、また戻す。で、ここ今、携帯のホルダーついてて、こういった引っかかるものがあると、まあ、少しこうやって、リリースする必要があるんですけれども、まあ、それでも、これだったら、毎日でも、都度、こういった形で、使うこともできますし、まあ、継続的に使えるっていうところが、何より大きな利点になると思います。まあ、こういったものってなかなか売ってないですし、かゆいところに、まあ、手が届くというか、買っても無駄にならないものづくりということで、まあ、こういったものが非常に
生きてくると、まあ、いうことになります。で、これ自体はどういうふうについてるかということなんですけども、まあ、このように、専用のブラケットがあります。で、これを、このバイザーのこのフレームのところ、ここの部分にサンドイッチではめ込むだけになっています。なので特に車自体何か加工しなきゃいけないとか、難しいとか、まあ、そういったことも一切ないので、もうすぐ取り付けすることができます。で左側も、こちらも同様の取り付け方になっています。あとはこちら、まあ、位置の調整もこのような形でできますので、もうちょっと前に持っていきたいと言った場合なんかですと、こういった形で調整することもできます。で、使わないときは、ここにストッパーがついていますので、まあ、こういった形で止めてあげれば OK と。で、また使うときは、このストッパーを外してあげて、あとは下げるだけと、まあ、いうことになりますので、非常に使いやすい。で、上げるときは、ここのところ、ボタンみたいな形で、ここを押すと、そのまま、スッと上がってくれるということなので、このもの自体も、ものすごくしっかりとできていますし、質感の高い、で、アルミでできているということもありますし、ここレーザー刻印してあるんですけど、こういったところなんかも、作りが非常にいいなと。すごく質感が高いなと思ったところは、ここのところで、このロールシェード、このロールサンシェードのこの素材なんかも黒になっています。で、こちらはこのような形でシルバーになっていて熱を通しにくい素材になっているんですが、こういったところなんかもすごく見た目的なところもいい。アルファードクラスの車につけてもこの見た目の質感っていうのも非常に高いですし、100円のサンシェードと比べてももう全然質感の高さというものに気づかれるのではないかなと思います。で、こういった形で目隠しができると、まあ、いうことになりますので、継続的に使うことができて使いやすくて、これ自体の質感も非常に高いということがありますので、悪いところが、まあ、見当たらないぐらい非常にいい発想で生まれたサンシェードかなと思います。ただ、何点か、まあ、弱点と、まあ、いうところもあって、例えば、この、バイザー、まあ、途中までしか下がらないということもありますし、あとは、横に、こう動かすっていうことができません。この、取り付けの構造上、横に動かすっていうことができなくなると、まあ、いうのが、まあ、あります。で、もう一つは、私、少し思ったところなんですけれども、最近の車、だいたいそうだと思うんですけど、これデジタルミラーがついてる車も多かったりするんですけど、こうデジタルミラーをこう塞いでしまうと、もうここだけが熱がこもってしまって、まあデジタルミラーがちょっと壊れてしまう可能性、熱によって破損してしまう可能性っていうのが、まあちょっとあるかなっていうところ、そこが少しちょっと気になっているところで、デジタルミラーも保護してくれるような、まあそういったサンシェードだと、まあより一層良かったのかなという感じがしますけれども、猛暑対策には非常にいいアイテムだなって思ったところと、もう一つ私は、このように、YouTube の動画をよく見てくださっている方はご存知の方も多くいらっしゃると思うんですけれども、こういったガジェット系のレビューもしたりするんですけど、そういった時に、この暗幕みたいなものがあると、すごくやりやすいと。で、周りが、ま、大した風景ではないんで、まあ、暗幕を下げて、まあ、こういったガジェットのレビューをするという意味においても、すごくやりやすくていいなと、まあ、いうところ。最近も、ガジェットのレビューとかもよくされている方とか、まあ、車系のレビューもよくされている方も増えてきていますんで、そういった使い方においても非常に便利なサンシェードなのではないかなと今回思いました。今回はこちらの新プラスさん
がリリースされています。こちらの新シェイドについてご紹介をさせていただきました。こちらの商品の詳細は概要欄の方に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご検討いただけますと幸いです。また、当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。